アドラーと平本式のスキルの関係をとてもよく示している図がこれです。おなじみかと思うんですが、もうこの通りっていう感じが私はしています。一番土台に瞑想っていうのが置かれてますけど、そうですよね。今ここにマインドフルであることっていうところの上に来ているのが今日やる共同体感覚、ここが土台だと、すべての土台です。共同体感覚なくして何も進まんくらいの土台と捉えてください。で、その上に5つの理論が載っています。で、これそれぞれ相互に関わり合って、平本式で出てくるこのスキルとかっていうものには全てこれらが関わって、もうこれらが満たされるように進んでいきます。で、アドラー心理学っていうのは、人が幸せになるための心理学と言われていて、私たちが幸せになるためには一体何が必要なんだろう、どう捉えることが大事なんだろうみたいなのがこの中にすごい詰まっているんですけど、もうそれにしたって一番土台が共同体感覚だというふうにここに位置づけられてますよね。で、その上にいっぱい技法が載ってるわけです。Day 1、Day 2、Day 6までやってきました。様々な技法は、これらの理論に紐づいて、基づいて、ここにあります。じゃあ、共同体感覚って何なんだっていうところをやっていきたいと思うんですけど、私にとってアドラーって一体どういう存在なのかっていうのをちょっとだけお話をすると、平本式に出会うずいぶん前にアドラー心理学とは出会いました。まず学校の先生になって驚愕したのは、学校という場所がどんなにつまらなくてひどい場所かっていうのに、なんだろう、ちょっと絶望的になったんですよ。何これってで、その上で自分自身も勉強しないと、いいクラスが作れないと思って、とにかくいろんな本を読み漁りました。マネジメントとか何が必要かって、その中にアドラーが紛れてました。っていうのは、アドラーは唯一その教育に、三大心理学者フロイト・ユングって言いますけど、アドラーは教育にすごくご自身も関わった人なので、具体的にどうしたらいいのかがとてもよく書いてあった。で、それを活かしてクラス運営っていうのを始めたら、なんだかクラスが幸せな場所になっていったんです。あ、これすごいわって思って、私は自己流アドラーをとにかくいろんな本を読んでは、クラスの中で実践するっていうのをとにかくやっていきました。そしたら、どんな崩壊学級も立て直せるようになりました。なった上で平本式に出会ってます。そこでびっくりしたのは、ああ、なるほど、自分がやってきたことっていうのはこのような、このようにこう組み立てるととか人に話すと分かりやすいんだな。なんだ、十何年間かけてやってきたけど、3ヶ月でよかったんじゃないかいって思ったっていうのがリーダーシップコースです。共同体感覚が感じられると人はリソースフルになれるんですと。これリソースフルってね、平本さんがこれだけ覚えて帰ってくださいって Day 1で言ってました。覚えてらっしゃいますか？この言葉だけ覚えて帰ってくださいっておっしゃってましたね。私たちはみんなリソースを持ってます。スキルだったり、能力だったり、知識だったり、これまで生きてくる中で学んだことやできるようになったことっていうのをみんなそれぞれオリジナルで持ってます。ただ、アンリソースフルっていうのはリソースを発揮できない状態のことです。リソースフルっていうのはリソースを発揮できる状態のことです。とはいえ、スキルとか能力に差はあるでしょ？そりゃそうですよ。差はあります。ただこのリソースフルかどうかで全然違うっていうのは、私は子どもたちを見ていて本当に感じました。漢字は覚えることができないので、うちの子は0点しか5点しか取りませんので、先生無理やり漢字を覚えさせるのやめてもらえますかっていうのを4月の最初におっしゃった保護者がいらっしゃいました。あ、そうなんだ、漢字苦手なんだ、そうなんですよ、うちの子、あ、漢字苦手なんですね、そうなんですよ、うちの子記憶力がないんでっておっしゃいました。でもポケモンの名前はめっちゃ言えるんですよ。接していくと、記憶力がないのにポケモンの名前は言えるんかいと。これ何が起こってたかっていうと、いや、ポケモンのにと彼が接してるとき、向き合ってるときはリソースフルなんですよ。楽しく好きなことをやってるときは覚えられるんですよ。頭にどん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 入ってくる。何の技が使えて、どうのこうの進化系は何だって、わーっと話すわけです。でも対して算数や国語をやってるときの彼はもうこういう状態です。全然頭に入ってない。目が白目向いてんです。覚える気がないんです。アンリソースフルな状態でどんなに漢字の勉強させようと。算数のね、割り算はね、とか、掛け算はね、こっちからかけてね、聞いちゃないんです。聞いたとしても抜けてってんです。これが人がアンリソースフルな状態です。子供たちはもう見てわかりやすいですけど、大人も一緒です。なんだか萎縮する職場でとか、誰かが私の悪口言ってんじゃないかとか、あの部長に嫌われてんじゃないかとか、どうせなーって
思いながらいるアンリソースルな状態で私たちはパフォーマンスを発揮できない。だから皆さんの職場やもしかしたら家庭にもいらっしゃるかもしれない問題児いるじゃないですか。アンリソースフルなんですよ。じゃあその0点か5点しか漢字は覚えられないと言った彼がどうなったかって、1学期の最後の方には平均80点を取るようになりました。覚えられないわけじゃないんですよ。アンリソースフルだったわけ。だけで。自分は漢字は覚えられないって彼は自分でも言ってました。無理なんです。俺バカなんで。でも1学期の途中からみんなとの関わりが変わって、自分の居場所ができた。自分が活躍する場所が出てきて彼が言い始めたの。俺天才だと思うんだけど先生。多分俺天才だよっていうのを言い始めてからです。成績がグワンと上がりました。なんて人って分かりやすい生き物なんだろうと思いました。やっぱり人とつながりたい。人に役立てる自分でありたい。そして誰かのことを信じて、誰かのために何かをやってありがとうと言われた時に、人っていうのはリソースフルになるんだ。リソースフルになったら苦手なことを頑張れたり、その生き生きとした姿に周りの人が気持ちよくなったりって、いろんないい連鎖が起こっていく。だからこそこのリソースフルを作り上げるために、例えば、リアクション基本質問。リアクションはステート 1.5 倍でってやりましたね。1.5 倍で関わってもらうと、自分も周りもリソースフルになりやすいからです。あ、なんかこの人私のこと好きかもって思えたり、なんか自分の話聞いてくれようとしてるんだ、私の話ってちょっと楽しいのかもしれないって思えたり、自分の悩みを聞いてくれようとしてくれる人がいるっていうこの感覚が共同体感覚を育てていく。だからこそリアクションはステート 1.5 倍を心がけると、周りとの関係性が変わってきて共同体感覚を持てる人が簡単に増えますよって言ってるのが平本式のスキルですよね。他にもいっぱいあります。4つの聞き方と目線。共感モード、俯瞰モード。共感モードで聞くと何が上がりますか？共同体感覚が上がるんです。気持ちがいいじゃないですか、共感モードで聞いてくれる人。なんか自分の存在意義が感じられて、なんかいいなって思えて。ってなってくると、自分の身の回りにいる人の共同体感覚上がっていく聞き方っていうのが、共感モード、俯瞰モードです。じゃあ、他の理論も入ってきてますよっていうと、評価判断分析モードやめましょうって言ってますよね。情報収集モードも。やめましょうっていうか、必要な時もあるけど。相手と信頼関係を築く共同体感覚を高めていきたいときにこれで聞いてると高まりませんよっていうのを言ってます。なぜかっていうと、人はそれぞれ認知が違うからです。私たちは悟るかボケるかしない限りずっと評価判断分析を頭の中で繰り返しています。自分のメガネで物を見て。これメガネね、外せないんです。認知脇に置いてっていうのを頑張って練習してますよね。でも、わって気づくと自分の認知のものを見ているのが私たち。だからこそ瞑想、マインドフルであり続けましょうと、自分の状態に常に気づくように心がけましょうっていう瞑想が入ってるんですけど、すぐ自分の認知のものを見ます。なので、だからこそこの評価、判断、分析、情報収集はあなたの認知でしかないですよ。あなたと話してる人全然違うメガネかけてますからね。それじゃあ、共同体感覚が育ちませんよ。高められませんよっていうので、認知論とかってものが関わってくるんですけど、共感モード、俯瞰モードで聞いていくと、共同体感覚高まっていきますよね。そして、やりましょうって言われたヒーローインタビュー。目の前の相手を人生の主人公とみなしましょう。出てきました。これもう一つの理論。この相手を人生の主人公として接したら、相手の何が高まりますか？共同体感覚です。だから、Day 1、Day 2で出てきたもの、宿題に出されていくものは、出されているものはすべて共同体感覚をまず土台高めるためにやろうよってとにかくやっていこうというのが出てきてます。これもそうですね。7秒コーチング、共同体感覚の種まき活動と私は呼んでます。だってこれ言われたら嬉しいもん。なんか人っていいなって思えて、あ、自分もなんかいいかもって思えて、なんかしたくなっちゃうこの共同体感覚を高めるための本当にもう基礎基本の行動、スキルだなっていうふうにすごく思います。これをとにかく数打っていくと何やら暖かい場所になるんです。私のクラスがそうでした。だから最初の3日間でやりきろうと、誰よりも私がやろうって決めてたのがこの辺です。ステート 1.5 倍で聞く、共感モードで聞く。そして7秒コーチングを1人3回、3日間で全員1人3回はやってやるっていう。これやったらどうなったかって雰囲気が変わるんですよ。子供たちの表情が変わる。共同体感覚の力です。あの、冷めた目で、はって言ってた子たちが、あ、何か手伝いましょうかとか言ったりするんですよ。びっくりしますよね。おー、ありがとうって、ありがとうの連鎖を、巻き起こしていくと、もう、全然違うチームになっていく、共同体になっていく。
そうすると頑張れることが増える、温かい言葉がどんどん増えていくっていう奇跡的なことが起きていく。これが本当に土台だなっていうふうに思います。そして横の関係で関わりましょう。この辺からちょっと段階としてはちょこっとレベルアップしていくんですけど、勇気づけっていうところで見ていただきたいです。とにかく貢献に感謝していくこと、あなたは役立つ存在だと。だから子どもたちがやってくれたことを当たり前だと思わず、手を挙げてくれてすごいさっき嬉しかったよ、ありがとうありがとう、貢献に感謝、それで私はこんなに風に元気が出たよ、そういう風に皆さんが気持ちよく聞いてくれるから私はこのクラスの前に立って話すことが本当に楽しいよっていうのを言い続けると、あ、なんかこのことで役に立ってんだ、貢献感につながっていきますよね。これも共同体感覚を高める働きかけ。これは私が先生のために開いてる塾とかで紹介していたものですが、とにかく素敵なところを指摘し続けましょう、私たちが素敵なところに目を向けましょうって言ってた、あの5、6で言うとこんな感じです。5年生に使ってて、もうこれを1日100回は言おうみたいな感じで言ってました。もうばらまき活動ですね。嬉しい、すごいとか、完璧だね、天才だねとか、最高だねみたいなのを言っていくと、自己受容感とか他者信頼感、貢献感というのをどんどん高めていってました。で、7秒コーチングとかで言葉出てきてますが、何でもいいと思ってました、私は。だからこのグッドマークあるじゃないですか。年頃のね、女の子とかに、あ、なんか、さっきの発表これ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 が良かったよとか、キモとか言われるんです。何、わざとらしいキモとか言われる。でも、ちょっと目が合った時にニコッとして、いいねっていう、これだけでも嬉しくないですか？こう、ちょっとこうやってギャラリービューでね、いやー、マッツンの笑顔がすごいいいなと思って。こうやって目あってこうさ上がるじゃないですか。ちょっともうこの関わりをとにかく周りで増やしていくことが共同体感覚を高める働きだと。これが平本式の中には溢れてるなっていうふうに思います。1日研修したらこの講座分元が大します。イエーイ。